よお前ら、俺様だ。夕方だけど、それでも太陽はボーボー燃えてますね。はい、ここはね、JR 根室駅前です。はい、ね、今日はね、根室駅前をね、散策しています。今からね、駅の周りをね、お前らに案内します。はい。はい、駅前のね、ロータリーですね。もうだいぶ暗くなっちゃいましたね。そう。ちょっとね、早い時間に撮ればよかったんだけどね、ラーメン食べてたらね、ちょっと遅くなっちゃいました。今ね、だいたい6時半頃かな。6時36分ですね。で、次の電車が7時1分で、これが最終ですね。最終の釧路行きですね。そう、7時台が終電ですね。はい。郵便ポストは地盤屋根室ですね。ようこそ根室へ。はい、俺様ね、根室にようこそいらっしゃいました。こっちがね、駅のホームですね。ここはね、日本最東端の終着駅ですね。日本最東端の駅はこの隣のね、東根室駅ってとこらしいんですけど、終着駅で最東端はこうですね。この先はね、ちょっとこれ、物置みたいなのが邪魔で見えないですけど、線路はね、繋がってないはずです。あっち行けば見えるかな。で、こっちがね、なんか、観光案内所みたいなとこですね。はい、ちょっとね、暗くて見えづらいですけど、あそこにね、なんか青く光ってらっしゃるでしょ。あの、緑じゃなくて青い方。あれがね、車輪止めで、それ以上先は線路が続いてない感じですね。ちょっと肉眼だったらなんとか見えるけど、動画上だと見えにくいと思います。はい。ここがね、日本最東端の終着駅です。ちなみにね、日本最西端の終着駅は、長崎県のなんとかって駅だそうですね。はい。三角コーンがね、地盤屋根室ですね。ちょっと暗くて見えないけど、ここに三角コーンがあります。地盤屋根室です。はい。はい。根室駅ってね、なんか海に近いのかなと思ったら、そんな直近でもないみたいですね。まあ、ちょっとあっちの方歩いたら海見えましたけどね。稚内はね、本当に海の目の前ですけどね。はい。これがね、さっきの観光案内所ですね。根室市観光インフォメーションセンターだそうですね。あ、こっからね、そのバスのね、なんかバス乗り場もあって、こっからね、野サップ岬まで行けるんですけど、俺様もね、行こうかなと思ったんですけどね、ちょっと電車の時間に間に合いそうにないんでね、ちょっと野サップは諦めました。はい。で、隣はね、交番ですね。はい、一般車両進入禁止の文字が地盤屋根室ですね。はい、ウィスパー色もしくはコマサン色の花に、ちょっと暗くて見えないけど、地盤屋色の花で、こっちはおしっこ色の花ですね。おしっこ色はちょっとね、見やすいですけど、地盤屋色はね、暗いと全然見えないですね。はい、ちょっと暗いですけどね、そばどころだそうですね。はい。で、公衆電話があって、はい、ね、あの、向こう行くとね、国道に出ます。向こうがね、野ザップ方面で、あっちがね、釧路方面です。はい。はい、ということでね、今日はね、夕方の根室駅前でした。お前らもね、根室遠いけど、ぜひ行きましょう。まあ、根室に住んでてこれ見てる人はね、まあ、根室駅前なんですぐ近くだと思うけどね。はい。それではさようなら。ボーボー。ボー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